ミッシュフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ミッシュフスタッフの金子です。今日はですね、ちょっと緊急で動画撮影しております。皆さんも、大好きなブランドかと思います、ニューバランスからですね、かなりいいアイテム、ぜひ紹介したいアイテム入荷しましたので、ご紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。はい、こちらですね、箱見てもらいましょう。はい、ニューバランスの M2002-2002 ですね、こちらになりますが、2021年ですかね、復刻リリースされてからかなり人気の高いモデルですけれども、こちらからですね、めちゃめちゃいいカラー入荷しましたので開けていきたいと思います。はい、こちらの2色になります。もうパッと見でかなりいい感じの色ですけれども、まずこちら M2002 の RST というカラーですね。もうもろにニューバランスっていう感じのグレーになってますね。はい、そして2つ目、こちらブラック系のカラーになるんですけれども、 M2002RBK というものですね。ニューバランスの中でもここのところ人気の高いブラックカラーになりますが、かなり使える色だと思いますね。この前もこんな感じのカラー出てたような気がしますけれども、これは完全に新しいカラーになりまして、黒のバランスも非常にいいのかなというものになりますね。こちら M2002 ですけれども、最初に復刻発売したというふうに説明しましたけれども、もともとですね2010年ですね、 MR2002 という品番がありまして、そちらはアメリカ製だったんですけれども、それの復刻版として2021年からリリースされているアジア製の復刻モデルとなります。で、当時のオリジナルモデルの忠実復刻という感じではないんですけれども、非常に当時の雰囲気っていうのは再現しているモデルでして、こちらのソールがですねオリジナルとはちょっと違いまして、2011年ですかね、出たモデルで ML の860っていうランニングシューズのモデルがあったんですけれども、そちらのソールを持ってきているモデルになりますね。なのでクッションの具合とかは当時のものとは違うんですけれども、やっぱりもともとランニングシューズのソールですし、使われているクッション材っていうのは一緒なんですよね。なので非常に履き心地も良くて、今のトレンドに非常に合ってるモデルなのかなという感じです。ぜひですね、この合わせやすいザ・ニューバランスなカラーリングの2足ですね、要チェックでございますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではですね、本日はニューバランスから人気モデル2色ですね、入荷しましたのでご紹介させていただきました。こちら人気のモデルになりますので、狙っている方お早めにご検討いただければなと思います。本日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また次回もいろいろ紹介していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。